ジャメール・マクリーンです。さあここでスイッチしているが、上田が高弾道のスリーポイントシュート。さあベンチからも大きな指示が飛ぶ。外に振って、さあ空いた菅沢のスリーだ。ここで一つ流れを変えた菅沢範之のスリーポイントシュート。外の相原に送ってドライブを見せるスピンムーブからヘッドワン。下へのアタック見せました。今のは山本修介のファウルでした。こう奪いにくい、そのさあ残してアダムス、左ウィングウエラ、中のブラント経由してカットインを見せたウエラ、エンドワン。ここは磯野の、ここもう一度残して児玉、相原に入れてブラントだ。熊本チームファウル2つ目です。さあこちらはブラントのダンクをご覧いただいております。相原のこのノールックバックパスもうまかった。菅沢もすでに今日のプレータイム20分に迫っています。アダムスアタック、ダブルクラッチ、軽やかに飛んだ。そこを見つけていきたい。さあ残り5秒だ。ここも厚い壁阻まれている。ゴール下タワタリうまく入った、エンドワン。フックパス、ブラントに預けてダンクだ、アンガス・ブラント。ウエラのフックパスを受けて飛び込んでいきました、アンガス・ブラント。この姿を待っていたアローズ・ブースター。さあ残り2分、ウエラ、ブラントに預けてトリプルチーム、そうもいくがその上を越すフックショット。14点差、外のシュートが、さあ3本、いや5本必要。ナシマここはまずは中に行く、ダブルクラッチエンドワン。ゴールに向かってただひたすらに飛び込んでいくこの姿勢、プレーオフへ最高の形に臨むべく菅沢も手を出す。山本俊介もう一度行く、これで熊本3連続得点だ。さあ児玉のスリーに期待しているブースターもいるのではないでしょうか。残り5秒、草岡スリーポイントシュート、しっかりと決めてきた、ショットクロックギリギリ。さあ残り20秒、熊本もしっかりと、さあこの長嶋がレスライン引くと山本翔太のスリー、前から奪いに行く、しっかりキープにかかる久岡。ここは体勢消したか。今試合終了。